10年後ですか。そうですね。まあ想像もできないというか想像しないですね、まあ似たようなもんなんじゃないですかね。ただまあその頃っていうのは今よりも間違いなくちょっとね、きな臭い匂いがこの国全体にしてるんじゃないですか。ひょっとしたらうかうかしてらんないかもしれないしね。まあだからね、あんまり夢と希望にあふれたような未来っていうのが、まあ基本的に未来っていうのはあんまり良くないんですよね。だって年取って死ぬだけじゃないですか、だから美しさとか良さっていうのは過去に求めちゃうのかもしれないですけども、ただやっぱりね、未来に希望を持とうと思ったら、まあ将来こうしたいなっていうふうに考えることじゃないかなと思いますし、まあ吉谷さんはね、40になったらこれって決めてると、あと2年3年っていうのは割とねワクワク過ごしていけると思うんですよ。私も似たような感じですね。なんかね、自分の思ってることとか、なんか欲望っていうのは、まあ、絶対に手に入れてしまうんですよね、次から次へと。で、大して思ってないことっていうのは、まあなんか思い続けることがないんですよ、まずは。けど毎日毎日ここにあることっていうのはいつか目の前に出てくるんですよね。まあそんな日々だったんじゃないかなと思いますし、思い続けることすらしないことっていうのはどうでもいいこと、要するに流れてしまうんですよね。まあ、だからそのお金で済むこととか値札がついてるものっていうのは、まあ、そんなに焦らなくてもなんとかなるんじゃないかなと思うところもあるし、難しいのは値札がついてないやつですよね。値札がついてないやつは結構ねきついですね。でもなんだろう、 何があるかな、特にないかな、特にないと思います。最近ね、そのこう DVD をね連発で買ってるんですけども、これ男塾っていう DVD ですよね。あとはこういう風な紛争ものですね。でこういったのも買えば1本500円とか1000円なんですけども、こういうコンテンツを作るのってものすごい予算かかってるじゃないですか。だから自分でこういう映画を撮ってみようかなっていうのは、まあ YouTube レベルでしかないんですけども、これ本格的な映画っていうのはすごいですね。これ作ろうと思う人がこうやって集まるわけですからね。まあ、私は見る専門なんですけども、だから具現化しようというふうな思いが強い人っていうのはこういうふうに俳優になったりね、監督になったりとかキャメラマンになったりすると思うんですけども、まあ、私は別の方向で達成したいっていうふうな感じですかね。で単純に自分の扱える金額以下のものは全部現実化できるっていうふうに考えると、もうなんかね、その自分の欲望の小ささっていうかね、ほとんどできるじゃんみたいな。で昔堀江貴文さんとかが確かソユーズだったかな、でそういうのを200億円で売ってるっていうのを知って、当時ライブドアって会社やってて、あ200億円だったら買えるじゃんって言ってびっくりしたらしいんですよ。あそんなに安いのみたいな、買えるじゃんみたいな、すごいですよね、あの発想が。だからあれですよ、球団を買おうと思ってるわけですね、放送局とか。孫正義さんもそうだし、楽天の三木谷さんもそうだし、放送局買おうと思ったんですけども、きちんと株式を買っても買えなかったらしいですね。だからこれがだから、初めての不公平だということだと私も気づきましたね。高くて買えないじゃんっていうのは不公平でも何でもなくって、お金を積んでも買えないものがあるっていうのが不公平なんだろうなと、既得権益っていうのはそういうところにあるんだろうなと思いましたね。まあ我々は既得権益まで食い込もうとしてないんで、たかだかね民間のビジネスレベルのものを欲しがってるだけなんで手に入るんじゃないですかね。